嵐のことです。今回はですね、このぐらいに切りたいということだったんですけれども、実はですね、あ、じゃあ簡単じゃんって話だと思うんですけど、実はですね、ここが筋トレして、めちゃくちゃ筋トレ関係ないか、ちょっとここがすごい張ってるんですよね、こうポコって。この辺結構張ってて、逆三角形みたいな形になってて、はい、結構短くすると爆発したみたいな感じになって、横にこうボンって広がっちゃうやつ。で、今まで短くしちゃうと立っちゃうってことですよね。あ、そうです。だからちょっとここが短くできないから、長さを残してこうちょっと落ち着かせる感じにしてるということ。あ、そうです。ドライヤーとかで一生懸命ドライヤーでやってるんですか。はい。昔からだったんですか、これは。そうです、結構ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃からで、ちょっとびっくりしたんですけど、彼はあのモデルさん、この長さぐらいまで短くしたことがないと。ここが立っちゃうからですよ。極力短く、ちょっと僕は攻めていきたいなっていうふうに思っております。モデルさんみたいな感じだと、ブロックを入れちゃうとですね、2段になっちゃうんですね、ポコって。なりませんか。そうなんですか。なりますよね、はい、ここポコって、はい、で、ポコって2段な、ブロックを入れたいんだけど、ブロック入れすぎるとここ2段になって出ちゃう、ここがこういうふうに。だからブロックのスタイルをやるといつも失敗しちゃうと、そういう方が結構多いんですよね。逆刈り上げを使う、逆刈り上げは結構使いますね、僕はかなり使うんですけど。体はどのくらい鍛えたら、ラグビーはやっぱ鍛えないとダメなんですか。そうですね、鍛えないと怪我しちゃうんで。確かに、はい、でもその元々結構筋肉質だったんですか。いや、全然です。来た時めちゃくちゃこんなのすぎびっくりしてましたね。すごいですね。私ガリガリでした。え、本当にガリガリだったんですか。ガリガリです。全然見えないですあと、肛門使うとその人の癖が死んじゃうんで、例えば毛根の、まあ、今日はね結構まっすぐ気味でいいんですけども、引っ張ると戻ろうとしてそこだけなんかラインが崩れたりとかするんで、結構根元たるませて切った方が良かったりします。で、まず上からここから切ります。ここ切ります。このぐらい切っちゃいます。今日使ってるのはブラント2セニングっていうシザーを使ってますね。ちょっとここ鏡見えないんだけど大丈夫かな。で、こういう感じで僕は使います。もうセニングかよって思うかもしれないですけど、これ結構もうほとんど通常のプラントシザーと変わらないので、パワー仕事ができるっていうだけですね。で、最初まず初めて来て、僕も今本当に 今来たばかりじゃないっていうか、初めて会ったんでどうなるか分かんないですよね。で、そういう時に骨格を触りながら切っていくことによって、まずこう刈り切りというか、モデルさんも不安だと思うんで、あ、とりあえず大丈夫だなっていうところを早く見せた方がいいんで、まあ、ちょっとこの使わないのをね、人によってはえっと思われる場合もあるんですけど、あ、ちょっと雑だと思われるかもしれないんですけど、でも結果その何て言うのかな、どうしたいかっていう部分はやっぱりその感覚値を入れていくには、やっぱちょっと型にはまっちゃうとそれ使えなくなっちゃうんで、ここは結構ニュアンスで切っちゃう。例えばここを触っててまだいけるなとか、手でこう感覚で見るんですよね。で、あ、ここもうちょい攻めた方がいいかなとか、あ、もうやめとこうかなとかですね。要はここのアウトラインです、この耳の付け根のアウトライン、ここさえブロックちゃんと整っておけば、あとここバッて刈り上げてもおかしくないわけですね。で、ここのラインを、ちゃんとしておけば前から見たときに穴開かないんですよね。で、ここで逆刈り上げをちょっと後で使うんですけど、そういうのもやっていきます。ある程度も作品として雰囲気を作って、後で綺麗にしていくという感じで僕はしてます。あと、そのモデルさんが持ってきた写真に合うか合わないかっていうのはちょっとだけやってみないとね、わかんないんで。なんで、セニング、まあこのぐらいのパワー仕事できるセニングをもう単体で使えるようになった方がいいですね。こういうふうに、なんでしょう、これだけでこう3点ポジションで使うという感じをやっていくと結構いいですね。 R2 セニングでいきます。で、この時にここをこう起こしてください。要は
ここのラインを崩さないってことですね。ここを崩さない。これ後で逆刈り上げするんですけど、なんでこういう角度で切っていきます。で、耳周りをあんまり攻めすぎると実は前から見た時にここにへこみができちゃうんで、またここが段差になっちゃうんですね。だから本当に気をつけないためなのは、あんまりここをこの耳の穴より後ろを、耳の穴の上ぐらいですかね、ここから後ろはあんまりとりあえずいじんないでおくということですね。どこまで攻めれるかっていうのをここで測ります。これが今回のポイントになります。これがまあ、僕は R2 セニングっていう削ぎ率 25% ぐらいの逆刃で使ってるんですけど、セニングですね、 R2 セニングの逆刃で、こうやって鉄砲打つ時みたいな感じに、こうですね、こういう風に使います。これ逆刃で持ってますね。逆刃持ちで、要は逆刃ってのは親指を動かした時に串刃がこう動く感じですね。それで、ここを取っていきます。こっちでやりますね。でも正面じゃないとちょっとできないんで、すみません、皆さん見づらいかもしれないですけど、でここでどこまで攻めれるかはここで初めて分かるんですよ。これ逆刈り上げで、ここで僕はどこまで攻めれるかを限界値まで行くんですね。これが今回のポイントです。これができないとこういう髪型切れないんですね。ああもうここ頭皮だなと、限界だなと、これが彼の限界値の長さになってきます。これ以上短くしていくとここが坊主になりますから、この逆刈り上げがかなり有効です。そうするとどんどん短くなりますよね。でここももうちょっと切れるなと、この部分を耳をちょっと避けて、ここが前から見た時に今まで切れなかったんですけど、まあ一般の方よりは長めにちょっと設定したいわけですけど、ここが多分こうなってたと思うんですよ、昔、今までは。そうですよね。これがないわけですね。で、なおかつ鉢が閉じることによってトップの高さが出て見えるということですね。この逆刃の、この逆刈り上げができたら本当にいろんなことができます。怖くないというか、ここも今かなり削って、どうしても出て見えるんで、ここがなんで、ここを思いっきり削ってみましたっていうこともできちゃうんですね、簡単に。でこっちも同様に、こっちちょっと僕見えてないんですけど、見えてないんですよ、怖いですよねまあでも普段やってるんで多分大丈夫です、はい、このまま今度はですね、こっちはこれがアタッチメントになります。はい、もうちょっと正面切ったんでいいと思うんですけど、アタッチメントになります。手がアタッチメント、よく見てください、こういう感じで切ってます。はい、これがアタッチメントですね。ですごく切りたいときはこれ外します。はい、これで指の先っちょに行けば行くほどアタッチメントが短くなる感じです。こっちは厚い、短いみたいな感じにしてます。でこちらの反対側もですね、同様に手を入れます。これがアタッチメントの手です。でこの手のどの部分で切るかによって長さを設定できます。はい、でこのまま切っていく感じ。これ下から刈り上げちゃうとですね、やっぱダメで、上から刈り上げないとここを上へえぐっちゃうんですよね。上からやっていかないとですね、なんかちょっとバランスが、鉢のところ潰したりできないので、なんか下からやるとバランスが悪いというか、丸さが出ないというか、やっぱりこう丸さを出すことがポイントだと思うので、こういうのも余裕でできちゃうという、できてるかどうかな、見えてないんですけど、大丈夫、まあ変になっても後で直せるで、今これやってるのはこれだけで、要はアタッチメントなしで、この指をアタッチメントとしてやってます。ちょっと難しいですね、こういう感じです。このままこの指がアタッチメント代わりになってます。そうするとフリーハンドで、ただこれはバランスがちょっと崩れやすいんで、ちょっと気をつけた方がいいですね。
最後の3点ポジションをうまく使いながらやっていくとこっちは大丈夫かなと思いますね、はい、で左右で多分ちょっと今カメラずらそうかなと思うんですけど左右でここが多分ちょっと違うんでこういう調節も簡単にできるんで、あと彫刻の世界なので出てるとこ削っていくだけなのでこの1本でやれる方法があると細かい調節とかが効きます。どうかな、これ見えますか。あ、見えますね。結構短いですよね。はい、すごいすごいです。そうなんですよここをちょっとここからね今鏡見えてるんで切ってきますね。リアルな営業で使ってるカットって結構シンプルなんですね。で多分と思われるかもしれないですけど T4 セニングでルーツセニングするだけですね。で長短つけとかないと多分あのモデルさんの場合だとすぐ重くなっちゃう。で持ちが悪いんでルーツセニング入れます。見てください。全然見るほどのことでもないですけどこの時にじゃあそのインナーカットラインをどこに持っていくかなんですよね。で入れる位置によって中のカットラインが決まりますから骨格をちゃんと確認した上で適当に入れるんじゃなくてこの鉢のラインをこの使うのは T4 セニングで両刃なんですけどこれの4目ぐらいまでしか使えません。めくりながらただこれ地肌見えちゃうんでちょっと気をつけないとあんまり奥まで入れちゃうとセットしたセットした時に結構地肌が見えちゃうんで。でも今回のモデルさんみたいな感じはここをとにかく潰さないと持ちが悪くてすぐこのハート型になっちゃうんですよ。なのでそぎである程度さらにここに中にもう頭皮ギリギリのカットラインもう一個作るって感じです。僕のやり方としては。なんでこれちょっと遠くから地肌見えてないかなっていうのを確認しながらギリまで攻めます。なんで全然かっこいいカットでもなんでもないんですけどただ実用性があるんでこれを皆さんに見せます。これもこうですね。本当に前から入れてここも薄くなっていないか、やっぱり長短つけないと動きが出ないんで。で遠くから見てコントラストが大丈夫か、そこですね。コントラストですね。メンズカットをこんなに真剣にやるのは真剣にやるって教える伝えるの初めてかもしれない。なんかいつもチャチャチャって切って、あとはこういう方が意外と重要だったりして、セミナー入れる角度はだいたいそうですね、頭皮に対してもう直角ぐらいで入れてます。ガーってこういう感じで入れてます。横にすると結構余計なの切っちゃうんですよ。なんで本当先っちょだけでギザギザな感じを、その代わりこのコームで切りやすいようにしてるって感じですね。でこの8どこまでインナーカットラインを狙えるのかっていう部分ですね。はい、なんでちょっとこう見ながら地肌見えちゃうとちょっとまずいんで、ここの気をつけてほしいのはここから下をあんまり根元やっちゃうと結局こうなっちゃうんで、ここのは根元まであんま攻めない方がいいです。まあ、こうやるときもありますね。前からやっていって、この鉢をどこを削っていくか、ここですね、この辺を攻めれるんだったらここを攻めるというところを確認、指で確認しながらこっちから見ていけそうであれば攻めます。ここでインナーカットラインを結構中まで入れて設定をして、モードなスタイル作るときは通常のシザーとかでチョップカットとか、スクラッチとかペンシルシザーとか使ったりとか、まあ、いろいろやるんですけど、今回のこういうメンズの爽やかなスタイル、爽やかなこういうスタイルは結構 T4 セニングで量が足りちゃうのでそれでやっちゃってます。で今僕が感覚で思ったのがここがちょっとなんか長いなっていう気がして、これもっといった方がいいかなと思いま
して、ちょっと切ろうかなと思いましたっていう時に、もうコームなしでその感覚値でこの長さを切ります。こういう風に切って、これは今 R2 ですけどね。それでこう見ていきます。で、ここ前髪が立つように T4 セニングをちょっと入れたいなと思います。ここにですね、前のところちょっと1線ぐらい残して、シースルバング作るみたいにちょっと1線目残して中間に短い毛をやって、ちょっと高さを出るようにちょっとします。こういう感じですね。こんな感じでっていう時に、まあちょっとハサミ汚れちゃうかもしれないですけど、今デューサーの4番まあこういうメンズワックスをつけてそのままカットする時は結構ありますね。で、この横を流したいって言ってたりとかしたんで、実際そのイメージに一回近づけてどこが長いのかっていうのを一回スタイリングしてみないと実際分かんないんで、メンズの場合だと。で、ここのそぎの、深さはちょうどインナーカットラインはいいかなとか、上の厚みはいいかなとか、ここで確認ができるん で彼ラガーマンなんで、ちょっともっとここ長い短い方がもしかしたらいいかなとか、ちょっとこの辺もちょっと行ってみようかなとかですね、モデルさんのちょっと持ってきた写真と変わっちゃうんですけど、その方がちょっとかっこいいかなとか、そういう感じにちょっと少しアレンジして、あ、すごい、結構短いですよね、うん、自分の人生でも結構短いと思うんですか。いや、多分一番短い。え、本当ですか。はい、一番短い。あ、それはめちゃくちゃ嬉しいです。え、一番短いですか。一番短いと思う。本当にこんな切ったことないですか。ないです。ここまで切ったらどうなったんですか。やばかったんですか。切ったことはないのか。小屋さんの人にやめた方がいいよみたいに褒められてた。よし、勝った。カットは上手い下手じゃなくて、多分そのアイディアだと思うんですよね。僕もカット上手いわけじゃないんで、そのアイディアとかが、まあ、徳屋さんとかがやめた方がいいよって多分言うのは、多分そのベーシックな切り方、その型にはまっちゃってるからそれしかできないんですよね。だけどやっぱりその上手い下手っていうよりはアイディアがやっぱりいろいろあるとできると思うんで、僕は別にカット上手いわけではないですが、アイディアはちょっとあるかなって自分で思ってるんで、はい、これは T4 でちょっと前髪立たせたいなと思ったんで、ちょっとそうしてます。結構かっこよく変わりますね。で、こうセットしてからまたこの辺のラインを実際に合ってんのかっていうのをこう立たせて、ここをまた上からもう一度なぞっていくんですね。結構作品作りながらこういう風に、そうするとよりもっと鮮明なラインが作れます。意外といけちゃうという、結果切っちゃったっていう感じですね。、はい、っていうようにですね、全然できるので、で、結構この辺のカットもですね、結構僕はこの P4 で普通にこうやってます。あんま口が出てる人とかであんまりこっち短くしちゃうと顔こう出て見えちゃうんで、そういうのとか人に合わせてやってます。遠くから見てこのラインをこうなぞるような感じです。一番いい位置、ちょっと角を作った方がいいのか、丸くした方がいいのか、高さを上にした方がいいのかっていうのは人それぞれ違ったりとか、あとデザインによって違ってくるんで、それは好みになっちゃうと思うんですけど、それを今この段階で、決めます。はい、全体のつながりだったりとかの長さをここである程度決めます。これ逆刈り上げもしてます。あ、ここいらないなって今思いついたんで、そうしてます。削ってる感じですね。だからまあどっちかというとやっぱレザーカットに近いんですよね。 R2 セニングってレザーのようにこう自然に自由自在に切れるという部分に関しては、前っていつ切ったんですか。大体1ヶ月前とか。あ、1ヶ月前に切った。ちょっと切ったんですか。結構その時は気持ち切ったくらいですか。その時もどれぐらいですか。いや、もうこれよりは短くないですけど、これよりももう少し長いぐらい。あ、でも結構攻めた。いや、そんな攻めではない。あ、攻めたんですか。どれぐらいですか。もうちょい長い。あ、
なんか、はい、人気でできて、はい、そうです、あのワールドカップのおかげでね、だいぶ、じゃあ、入れ始めたことは、時は別にああいう風に盛り上がってる時じゃなかったんですね。全然違います。でも、やりたかったって、もともと、いや、なんか部活の雰囲気がすごい良かったので、はい、なんか入ったら楽しそうだなと思って。ギリギリまで前のラインを壊さないようにして、この後ろの耳後ろのところを短くして、この刈り上げとつなげるって感じですね。これね、正面の鏡見ないと危ないんで、正面の鏡見ながら攻めれるところまで締めていくという感じですね。でそれもですね、T4 セニングで、同様に、カットラインを、インナーカットラインを作ります。こうですね、はい、穴が開かないように、ここを結構きっちりこう、こう剃っちゃう方がいるんですよ。で、そうするとですね、なんかこう坊ちゃんっぽくなっちゃうんで、僕は結構彼みたいにちょっとガタイが良くて、ちょっと男らしい感じはあえてここの、短くはします、極力短くして、あえてここをライン作んないで、男臭さもちょっと残した方がかっこいいんじゃないかっていう風に僕は思ってますので、今日はあえてここのラインをこうきっちりこう切らないでですね、これ小さいこだわりなんですけど、わざとこう短くして、そのままラフに残しておこうかなと思ってます。はい、ちょっとスタイリングしてみたいと思います。まあ、最近は僕スプレーだけでセットすることが多いです。やっぱり僕と一緒にやっぱりお客さんの年齢も上がってきたりとかしてるんで、薄毛が結構多かったりするんで、結構ワックス使わないことが最近多いんですけど、今日は使います。で、まつ毛先全体にワックスをつけて、シャンプーするような感じでつけていきますね。はい、ワックスシャンプーっていう感じで僕呼んでますが、こういう風にしてもらったらもうできるみたいな感じです。前髪は後の方でつけて、でここにちょっと前の方に持ってきた方が、前にこう持ってくるのをちょっと気にしてたので、ちょっと前にこう持ってきて、こういうふうにしたりとか。で、このインナーカットラインがあることによって、頭がもっと小さく見えるんですね。なんで、短い方のインナーとアウトカットラインですね、これを2つがあることによってバランスが整うってことですね。なんかあれみたいな、筋肉 YouTuber のリジュみたいなのです。それ知ってます？知ってます。リジュっぽくなっちゃいました。確かに。この髪型でいけばなんか良さそうです。これでいけばもう。マッチです。おお、はい。結構後ろもシャキッとこのラインをはっきりさせて。ただこの辺はちょっとね、ラフに残したりとかして男らしさを出してます。はい。はい。